わこれでも結構これ当たってますよね。なんか当たってるっていうかなんかその、うん、性格見えるんですね。そうですね。そうですね。はい、お願いします。じゃあ最後です。じゃじゃん。ね、あなたがバスに乗っているときにバスの車内に好みだなタイプだなと感じる人は大体何人いるでしょうか。想像してください。はい。バスに乗ってて何人ぐらい。A は何人ピョン。A は2、3人いる。B、一人だけいる。C、四五人以上いる。D、一人もいない。そのバスは、はい、何人バスですか？何人バスですか？じゃあ30人ぐらいにする。30人バス。30人バスですね。はい、東急バスですか？小田急バスかもしれない。小田急。わかんないですね。小田急だったら、はい、わかりました。わかりました。いきます。じゃあ羽田行きバスで、はい、いや成田行き、成田行き、はい、じゃあ一斉にフリップお願いします。はい、せーの、じゃんじゃん。次、お、A、B、C、D 分かれましたね。あ、本当？ぼや C、D、A、O、T。 なんとですね、あ、みんな違うんだ。はい、みんなばらけてる。 A からお願いします。はい、実はこのテストではあなたの失恋からの立ち直りが分かります。はい、じゃあ最初C、はい、じゃあ A から上がっていきましょう。僕は A です。 A、 2、3人いるを選んだあなた、はい、あなたは普通です。誰かと終わり。普通です。いや、普通が一番いいよ。この先何が出るか分かんないからさ。そうなんです、はい、普通の人は誰かと別れてもそれなりに落ち込んで時が経てば立ち上がれるタイプです。はい、普通ですね。じゃあ次 B を選んだ方、みのさん、はい、B 一人を選んだあなた、立ち直るまで時間がかかるタイプです。別れた相手を忘れるまでかなり時間が必要ですので、ゆっくりと立ち直っていきましょう。ということで、じゃあ C を選んだチャンヒョさんと皆様、4、5人以上いるを選んだあなたはあっさりと立ち直るタイプです。正解。すぐもう忘れても他のこうタイプを探すみたいな。正解。そう、あまりに早すぎて周りからは人情味が薄い人だと思われるかもしれません。なんと、なんと、いや、当てないな。そうなんですか。あ、この心理テストすごい当たってますね。いやいや、当てない当てない。本当ですか。あ、でも僕まだ言われてないよ。じゃあ最後 D、はい、一人もいないを選んだあなたは未練がめっちゃ残るタイプです。ずっと失恋の気持ちを引きずり続けますかね、ですかね。そうなんですかね。どうですか、ずっと未練が残った方がいいですか。ダメ、会社の皆さん嫌だと。ダメですか。じゃあ迅速今、はい、高校の時、はい、高校生の時メールで告白して来られた時の。そうですね、来られました、ね、未練まだ残ってますか。まだ残ってます、ね、長い。全然残ってますね。長、はい、一途ですね、はい、ちょっと傷つきすぎて、はい、はい、もう5年前じゃない。そうです、5年、もう10年前ですよ。すごい長っ。コメントでも、コメントでもジン君正解ってのが今出てました。あはい、面白いな。当たってるのかもしれないですね。そうですね、怖いですね、はい、怖いですね、ちゃんちゃんすごいですね。すごいですね。これは違う、ね、違う。ちゃんちゃん元気出してっていうコメントも今出てましたよ。いや、元気出す必要ないでしょ。もう常に元気だから、もう確かにね。え、すぐはい。いやー、これ面白いな。面白いですね。もっとやりたいんですけども、はい、ないですもんね。そうなんです。心理テストは以上3問です。皆様ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。楽しかった、これ。